さあ、ファーストステージはこちらの大ファンというわけで、今回もこちらの、コールガイスというゲームやっていこうというふうに思います。あ、落ちた。さあ、もうこの前回ちょっともう変、ヘキサゴンまでは行ったんだけどね、落ちてしまったんだよね。分かった、この序盤ね、いかにしてもうこらえるかっていうのにかかってるわ、この大ファンというゲームに関しては。ですもう邪魔なんだよね、邪魔なんだよな。行くわ。フライトポテト君も来たか。迷ったな今な、行ってもよかったのにな。いけ、よし、これ行く、いける、飛ぶ、まだ6人よ言うて今ゴールしてんの。それでも最終関門というわけだから、飛ぶ、映る、来てるよ、オッケー。何やってんの。俺が火つけちゃったこいつらの。俺が火つけたから。俺が火つけたから。なんだこれ。もうカオスだからお前ら。やめなっつって言ってるわ。ゴールと。さあ、セカンドステージはこちらのスライムクライムというわけでやっていこうと思います。今のところ、まあ、最初のところのシーズン2のねところぐらいのと、うん、もうここもうアホみたいにこう突っ込んでるからさ、今のところこのねスライムクライムで連勝はしてるんで、この負けられないぞという、ちょっとでもこれね連なってる時はさすがに無理があるな。もうやめて、いじめないで。惜しいね。まああとはまああれだな、関門っていうかなんかあれしてなければいけるはず。しみがいく、白は邪魔だな。よし、 OK、 いいね。何のために今引け、何のために、それは何のために、 OK、 一気にいっちゃう。あ、よしよしよし、あと少しだぞ。一気にいく、一気にいく。さあ、ファーストステージはこちらのドアダッシュというわけなんですけれども、このドアダッシュ結構久々なんじゃないかというわけでね、それやって、みんなさすがにここは人が集まりすぎだろう、だからずれてやろうって言ったところがダメだったんだが、やば、この人は人詰まりすぎ。シーズン1の時はこの足元の
矢印のなんか向きとか大きさとかによってあの外れ当たりが分かるみたいな感じだったんだけど、多分シーズン2は多分何もない。お前がっつきすぎだ。お前らよしね。ルステステルルステステネレレ。あ、さあファーストステージはこちらのシーソーゲームというわけで、ちょっと泣きの一回というわけでやっていこうと思います。ちょっとね、不甲斐なさすぎる。さっきのは不甲斐ないっていうか、まあほぼなんかもう運ゲーなんだよね。ちょっとここはちょっと、巻き込まれるから端っこに寄っといて、あのなんつうの、さっきのゲートクラッシュはだからこういう、あー、これね、シーソーゲームとか来て、なんかあれなんか第一関門突破してね、やったな。こういうねステージが来てくれるのが一番ありがたいかなというふうに思うんだよね。邪魔された。くそ、もうあの、さすがに跳ねすぎた。いいね。さあ最終関門、ルルルルスツスツルルスツルルルスツルルルスツツツツツツツルルルルルル。うわー、ちょっときすぎだお前ら。すぎだよお前ら。ルルルルルルル、いけ、ナイス。いんちょ、お前ちょっと来んじゃねえよ。いける、あーもう、ルールールー。